川ざらい過小掘削の議論をさせていただきたいと思います。西日本愛媛なんですけども、まあ、大雨が頻発してます。線状降水帯だとか台風で、それが何回も来るということで、それで、まあ、川の氾濫というのが非常に怖いんですね。で、実際西日本豪雨ではそういう事故が、人命に関わる事故が起きたりしました。で、それにならないように備えるためにどうすればいいかと、これはいろいろある中で川ざらいというのが有効な手段だと思うんですね。で、総務省さんの方でありがたい制度があります。緊急浚渫推進事業というもので、これは従来は河川管理主体県だとかですね、は草は対応しませんよというものだったのを、この事業によって草についても、まあ、草の中でも足あるいはヨシともいう、まあ、木じゃないかと思われるようなですね、草ということなんですけども、それが生い茂っているようなところをちゃんと対応してくれる、それを切って、そして、その根のところにある土砂を取り除いてくれる、川ざらいをしてくれる、こういう事業であります。で、これは私はですね、もうどんどん使っていただきたいなというふうに思うんですけども、現在の予算の利用状況、特に、まあ、私の気になるところでですね、愛媛県は四国中央、新居浜、西条、今治市、この利用状況どうなってますでしょうか。総務省自治財政局長前田和弘君。お答え申し上げます。近年河川氾濫などの大規模な浸水被害が相次ぐ中、こうした被害を未然に防ぐために地方団体が緊急的に河川などの浚渫を実施できますよう、地方財政法を改正して令和2年度にお話にございました緊急浚渫推進事業債、これを創設したところでございます。令和3年度地方債計画におきましては、この緊急浚渫推進事業債を1100億円計上しておりまして、令和4年1月末時点での同意等額は約670億円となっております。なお現在地方団体から追加の協議を受け付けているところでありまして、同意等額はさらに増加することを見込んでおります。お話の間がございました、愛媛県内の4市に所在いたします河川にかかる令和3年度の緊急浚渫推進事業債の、この令和4年1月末時点での同意等額は、県管理河川も含めまして四国中央市は 0.3 億円、新居浜市は 0.1 億円、西条市は 0.3 億円、今治市は 0.8 億円となっております。白石陽一君。管理主体県であったりで、市であったりしますけども、先ほどおっしゃったのは管理主体をまとめて、二級河川は県ですけども、そこで所在している川についても含めているんですね。ちょっと確認ですが。自治財政局長前田和弘君。お答え申し上げます。その通りでございます。白石陽一君。はい、これですね、私の感覚ではもっともっと使えるところがあるんじゃないかなと思うんですけども、これは利用するその地方自治体、市であったりですね、県であったり、使おうかという判断をするところというのもあると思うんですけども、住民もですね、それを知っていたらもっと気軽に、この制度でお願いしますというふうに言うこともできると思うんですけども、制度周知というのはどうなってますでしょうか。令和2年から始まったということなんですけども、で、先ほどのお話だと1100億円の予算用意している中で、今のところもう2月で来年の予算を議論しているところで670億円、ということはまだまだ余枠があるわけですよね。この制度周知についてどのようにされてますでしょうか。自治財政局長前田和弘君。お答え申し上げます。
この緊急浚渫推進事業債につきましては、通例の事務連絡による周知のほか、総務省ホームページにおきまして有料事例を掲載し、また地方団体ヒアリングで総務省の方に来られる機会を通じまして、その紹介を行っておるところでございます。また関係省庁の方におかれましても、地方団体の担当部局に対する説明会等において本事業債の周知を図っていただいているところでございます。引き続きこうした取り組みや地方団体向けの会議等を通じまして、さらなる周知を努めてまいりたいと考えているところでございます。白石洋一君。ぜひですね、周知していただいて、地方自治体の職員さんだけじゃなくて、こういうものがあるよと、もっと広くですね、ホームページは誰でも見ることができますけども、住民の方々も、川ざらい、今は足が生えていてもできますよというようなことをですね、周知していただければ、もっともっと使われて、で事前、災害防止、そういうことにつながると思います。大臣、この緊急浚渫推進事業をですね、非常に重要な事業だと思います。まだまだ使える余地があると思うんですけども、大臣、この事業についての意気込みをお聞かせください。金子総務大臣。白石委員のご地元愛媛県もそうでありますし、私の地元は、おととし令和2年1月豪雨災害、人吉熊、足北坂本というのは大洪水が起きた、ところを選挙区に持っております。ですから先生がおっしゃることは十分よく理解できるわけでございます。今局長からご答弁にもありましたが、愛媛県の四国中央市、新居浜市、西条市、今治市も含め多くの地方団体において緊急浚渫推進事業債を活用し、河川などの浚渫事業に取り組んでいただいております。この事業に取り組んでいる自治体からは、豪雨時に河川氾濫や道路冠水などが発生しないなど大きな防災効果があったとの報告を受けております。総務省としてはこうした先行団体の事例などを紹介しつつ、関係省庁とも連携を図りながら、自治体における浚渫事業をより一層促してまいりたいと思います。白石洋一君。はい、大臣からの力強い答弁ありがとうございます。これはですね、人命を救うということもありますし、そして財政的にもあらかじめやっておけば、大雨が来てそれで被害が出る、それを対応するよりも安くつくというふうに思いますので、どうかよろしくお願いします。そして、河川を管理している、これは国交省さんになると思うんですけども、今は、議員が歩いてですね、そこで話を聞いて、ああ確かにここは危なそうだねということで、県につないだり市につないだりして対応している、アドホックな対応になっている、もうちょっとあり手に言うと、もしかしたらこれは行き当たりばったりになっているんじゃないかなと、もっとシステマティックにですね、危ない箇所、危険箇所を、見つけて、そして対応すると、特に人が住んでない、あるいはそこには人が来ないようなところが危険だったりするわけですね、山奥の方だったりして、そういったところをですね、システマティックに危険箇所を見つける、そういったことを管理主体として、やっていただきたいんですけども、国交省さんどうでしょうか。国土交通省水管理国土保全局次長高橋健二君。お答えいたします。堆積土砂の除去などが必要な危険箇所につきましては、河川管理者が定期的に把握することが重要であると考えております。一方、自治体が管理する中小河川、特に市町村が管理する巡洋河川とか、普通河川におきましては、技術力不足とか人員不足等によりまして、巡視や点検などによる日常的な把握が十分に行われていない、こういった実態があることも承知しております。国土交通省では中小河川の維持管理を効率的に行うことができるよう、稼働等の点検要領を作成いたしまして、普及に取り組んでいるところでございます。また各地方整備局等におきましても、維持管理に特化した技術相談窓口を設置するなど、技術的な支援も行ってきたところでございます。また緊急浚渫推進事業債は
堆積土砂の除去に必要となる測量などの調査費用にも活用が可能になるという制度になっておりますので、維持管理に必要な技術力を持った技術者資格でございます河川維持管理技術者とか、また河川点検士、こういった有資格者の調査への活用につきましても、総務省と連携いたしまして市町村等に対して周知してまいりたいと考えております。引き続き中小河川の河川管理者が危険箇所を網羅的体系的に特定できるよう支援をしてまいります。白石陽一君、よろしくお願いします。そうですね、パトロールをすると、でパトロールをするように、国交省さんとからもお願いし、さらにこの浚渫事業はそのための費用も出るということであればですね、それも同時にお伝えして、でもう心置きなくパトロールして、で事前防災に努めてほしいということを周知していただきたいと思います。ありがとうございます。次の質問です。私の選挙区歩いていて、人が住んでるのにですね、スマホの電波が入らないと、いうことを、聞きます。で、それはなんとかならないかと。でそれはその持ってる携帯スマホはどこの会社ですかと聞いて、でそこの会社にですね、そのアンテナの具合をちょっと調整してもらったりしても、それでは間に合わないと。結局は基地局が光ファイバーで結ばれてないと、電波っていうのは、はっきり来ないし、加えて今はスマホの時代で、観光で、山の奥の方に入っていって、写真を撮ったりするわけですね、あるいはネットで調べたりするわけですけども、そういうスマホが使えると、通話だけじゃなくてスマホがで、大データ容量で使えるということになると、やっぱり光ファイバーで結ばれている必要があると思うんですね。日本全国どこに行ってもつながっているということは、いわば人権の一部というふうになっていると思うんです。それで、そこを解消をしようと、そういった場所がないように解消しようというものが、この高度無線環境整備推進事業と、いうことだと思うんですけども、この事業の利用状況について、まず答弁いただきたいと思います。総務省総合通信基盤局長、二宮誠二君。お答え申し上げます。お尋ねの高度無線環境整備推進事業の活用状況でございますけれども、四国中央市においては令和2年度二次補正予算および令和3年度当初予算を活用して3事業が実施をされております。西条市におきましては令和2年度二次補正予算を活用して1事業が実施をされております。新居浜市と今治市におきましては現在のところ活用実績はございませんけれども、今治市におきましては令和3年度補正予算を活用した事業の公募に事業者から応募があったところであり、今後申請が見込まれております。白石陽一君。活用したり、活用を予定していたりということなんですけれども、今のところのですね、そのカバー率という意味ではどうでしょう、それぞれの市について。総合通信基盤局長、二宮誠二君。お答え申し上げます。整備状況についてでありますけれども、令和3年3月末時点におきます光ファイバーの世帯整備率は四国中央市が 98.1%、 新居浜市が 99.6%、 西条市が 97.5%、 今治市が 99.4% となっております。白石陽一君。それぞれ98から99の間ということで、世帯にはかなり届いていると、私がのところに話が来る、電波が通じにくいっていう、そういう情報はその残りの 1% のところだとは思うんですけども、これもですね、放っておくのではなくて、日本全国どこにいてもつながると、それはそこにお住まいの方だけじゃなくて、旅行で来る、あるいは登山で行く、こういう方についてもですね、ちゃんとカバーするということが大事だと思うんですけども、大臣、この
日本全国どこでもつながるという事業についての今後の課題、それを乗り越える意気込みをお聞かせください。金子総務大臣。白石委員ご指摘のとおりですね、携帯電話や光ファイバーなどのデジタル基盤というのは、私たちの日常生活や経済社会活動に必要不可欠なものでございます。またその早期の整備は地方と都市の差を縮め、活力ある地域づくりを目指すデジタル田園都市国家構想を実現するためにも大変重要であると思います。まず今お話がありましたような携帯電話につきましては、人口カバー率が 99.99% 実現しておりますが、 5G ネットワークの整備を含め携帯電話が利用できない地域のさらなる解消に向けまして、補助事業などによる支援を行っております。また光ファイバーについてもですね、昨年度補正予算で500億円以上の予算を確保するなど、過疎地や離島などの条件不利地域における整備を強力に支援しており、今年度末には世帯カバー率が 99.7% となる見込みでございます。さらに光ファイバーなどの有線ブロードバンドサービスを原則として日本全国どこでも利用可能にするため、ユニバーサルサービスとして位置づける制度の創設についても検討を進めております。こうした取り組みを通じて、国民の誰もがデジタル化の恩恵を享受できる環境の整備にしっかりと取り組んでまいります。白石陽一君。はい、ありがとうございます。令和2年の補正で500億円ということで、これで、それが、設計から工事、そして、実用というふうになったら、かなりですね、また進むんだと思います。これは誇るべきことだと私は思いますし、で地方の活性化というのはもうここにかけないと仕方がないと、もうデジタルでつながっている、大容量でつながるというところに、地方がまた活性化していく、その手段としてはもうここしかないんじゃないかというぐらい思ってますので、どうぞよろしくお願いします。次はですね、空き家廃屋の問題です。もう私の、住んでる地域もですね、その建物のうち1割ぐらいが空き家になっているということで、もう大量に空き家が発生し、でその中には空き家をもう一回使いましょうというものもあるかもしれません。一方、もう大体のところがですね、廃屋に向かっていって、で廃屋が近所迷惑を起こしているということなんです。でこれに対応するということで、空き家法というのができましたよね。で空き家法というのをよく見ると、結局その政策の、色付けとしては北風政策、つまり、空き家を放置していたら痛い目に遭うよとパニッシュされるということで、あります。つまり固定資産税の、優遇措置が、まだ建物があってもそれは廃屋であるならば特定空き家ということで6倍になる、それは通常に戻るということなんですけども、払っている側としては6倍になるということなんですね。そこの所有者がいたり、あるいは周りの関係者もそれを放置するんじゃなくて、それを更地化したいのは、そういう気持ちは山々であっても、その固定資産税であるとか、あるいは除去費用、これは一時的な費用ですけども、その負担、100万200万、200万円近くは除去費用かかります。こういったところがあるので二の足踏んでるということなんですね。で、質問です。さら地化を誘導するためにですね、対応政策として、税制あるいは費用負担の面で、制度が考案できないか、その点いかがでしょうか。国交省大臣官房審議官、塩見秀之君。お答え申し上げます。
先生ご指摘の通り、保安上危険となる恐れがあるような空き家等の除却、これは大変重要な課題でありまして、政府としても除却の推進が進みますようにさまざまな取り組みを進めてございます。本来空き家の管理は所有者等の責任でございますし、またその除却も所有者等に行っていただくということではございますけれども、費用面で負担軽減を図ることによりまして除却を推進するという観点から、除却の費用に対しまして市町村と連携をいたしまして財政的な支援を行っております。これはかなり広い地域で活用されているところでございます。また先生ご指摘の空き家の敷地にかかります固定資産税の関係でございます。先生お話がありました通り、現行の税制では空き家法に基づいた勧告を受けた特定空き家の敷地につきましては、軽減措置が適用されなくなるということでございます。でその上で、勧告に至るよりももっと前の段階の空き家につきましても、居住のために必要な管理が行われていないというような場合などには軽減措置を適用しない形で除却を促進するという取り組みを主張されている市町村もございます。これはかなりその除却を、北風と先生がおっしゃいましたやり方で除却を促そうとしている市町村もあるところでございます。一方で先生ご提案のような条例によって空き家の除却後でありましても一定期間除却前と同等の減額軽減措置を講じるということで除却を促しているような地域も先生おっしゃるとおりございます。こういうように減額措置を早く打ち切るやり方をされているところと、それから減額と同等の措置を除却後も継続するというやり方両方されているところが全国にございまして、それぞれ地域で工夫をされながら一定の効果を目指しておられるということでございますので、国土交通省としましてはこれらの取り組みの事例を横展開をいたしまして、それぞれの地域事情に合った取り組みが進みますように市町村の支援を行わせていただきたいと考えてございます。白石陽一君。はい、ありがとうございます。先ほどおっしゃった北風政策に耐えられるのは大都市部だと思います。つまり更地化し、早めにしてですね、で、そして、売ることができると、いうこと、そういうものが、対応政策じゃないですけども、その市場環境によって、自分たちにまた見入りがあるから、そういう北風政策に耐えられることができると。ところが私が住んでる選挙区としているような地方については更地化するということは本人についてあまりその近所迷惑しないということ以外ですね、あまりいいことはないわけですね。売れないから、そういったところを考えてですね、早めに、それでも早めに更地化するところについては対応政策をすると、地方自治体によってはそういう条例をやっているというところがあるということなんですけども、それらについては国としても支援をお願いしたいと思います。それから苦情がたくさん来て、で、市役所でも、空き家相談窓口っていうのが大体できてますけども、そこに行ってもですね、何も対応してくれないという苦情が来るんですね。じゃあ市役所に、じゃあ今どうなってますかと言ったら、それは所有者を特定するのに時間がかかってますと、いうことなんです。つまり特定空き家になる前のところでですね、これは一体誰のものなのか、そしてそこに連絡ついてその反応を待つというところですごく時間がかかってですね、その間どんどん状況は悪化しているという実態があります。そういう、特定空き家になる前にですね、この空き家法に規定された手続きに早く乗せるということについての施策はいかがでしょうか。大臣官房審議官塩見秀之君。お答え申し上げます。空き家法の規定に基づきます、行政代執行の仕組みがあるわけでございますけれども、この空き家法におきましては、その所有者等が覚知できないような、先生がおっしゃるような場合が想定をいたしまして、
そのようなケースにおきましては市町村長が助言指導といった本来行政代執行を行う前に取る事前の手続きを経ないで略式で代執行を行えるような仕組みを用意させていただいております。ただ市町村におきましてはなかなか代執行の経験等もなく不慣れなところも多いかと思われますので、国土交通省におきましてはガイドラインや事例集などを作成いたしまして手続き面で市町村のこういった取り組みを応援させていただきたいと考えてございます。白石陽一君。そうですね、手続き面で応援と、その中に所有者の特定、そこで相続が発生して遠隔地にお住まいだったりとかですね、いないということもあるのかもしれませんし、でその手続き、行政代執行の手続き、もうこのポイントを押さえていたらどんどん進んでくださいというふうにしないと間に合わなくなってくるんじゃないかという強い危機感を持っております。そして間に合わないうちにですね、そこにその廃屋が次の台風の時に倒れてしまうんじゃないかとかですね、あるいはスズメバチが住んでて、そこを通学している子どもたちを襲うんじゃないかという切迫した危険というのも出てきております。こういった事態に対してどのような対応を国として考えていますでしょうか。大臣官房審議官塩見秀之君。お答え申し上げます。明夫法におきましては法案上危険となる、先生おっしゃるような倒壊するようなそういう恐れのある段階、これは必ずしも倒壊する直前ということではなくて、恐れがあるような段階から特定空き家に該当するということになっておりまして、必要な手続きを経て代執行を行うということができることになってございます。従いまして倒壊等の恐れがあるような空き家につきましては危険が切迫するような段階になるよりも前のできるだけ早い段階から、恐れのある段階から、対処するということが、可能な仕組みになってございます。で昨年6月に自治体向けに示しておりますガイドラインを改正いたしましたけれども、このガイドラインの中でも恐れのある段階についての考え方を明らかにいたしまして、危険が切迫するような状態になる前の対応を促させていただいているところでございます。できる限りこうした現行の空き家法の活用を円滑に活用していただきまして、切迫した事態にならないように地方公共団体に対しての指導を行わせていただきたいと考えてございます。白石陽一君。ぜひそれですね、周知して、ください。もうそこの住民としては市役所に行っても何もしてくれないと、なのにどんどん危険が迫っているという声がだんだん大きくなっている気がします。その危険が迫るときには、その手続き前に手を打つことができると周知していただければと思います。最後の質問ですけども、同一労働同一賃金、これは民間では働き方改革で促進されてますけども、じゃあ地方公共団体のところではどうかということなんですね。で、地方公共団体、特に私が気の毒だなと思っているのは、いわゆるパートで働いている方々です。臨時職員と昔言われてました。今は、会計年度任用職員というそういう立場になっていると思います。彼ら彼女らの給与というのは当然、地方公務員法第24条において、職員の給与はその職務と責任に応ずるものではなければならないと、この対象になっているわけですけども、その運用についてちゃんと同一労働同一賃金が徹底しているのかというところについて、今の総務省の運用状況をお聞かせください。総務省自治行政局公務員部長山越信子。お答えいたします。一般職の地方公務員の給与はご指摘のとおり常勤非常勤にかかわらず、地方公務員法第24条第1項に規定する職務給の原則に基づき、その職務と責任に応ずるものではなければならないこととされております。地方公務員法の改正で
皆現年度任用職員制度が導入されたことによりまして、従前は特別職非常勤職員としてきた職員等についても対象となる社の要件を厳格化しましたので、皆現年度任用職員制度に必要な移行を進めてまいりました。その結果、臨時非常勤職員の大部分が一般職の地方公務員であります皆現年度任用職員になっているところでございまして、ほとんどの臨時非常勤職員にこの地方公務員法の職務給の原則が直接適用されることとなったところでございます。総務省といたしましては、この職務給の原則などにのっとりまして、この会計年度任用職員制度の運用として常勤職員の給料表を基礎として給料決定を行うこと、職務経験等の要素を考慮して給料決定を行うことなどについて、まあ、重ねて助言を行ってきたところでおりまして、ありまして、任用と処遇の適正化が一定進んだものと認識をしております。ただ必ずしも制度の趣旨に沿った運用がなされてない団体がいまだ一定数存在をしているところでありまして、総務省といたしましては、今後も実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を通じて任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいります。白石雄一君。最後のちょっと時間ですので、最後大臣にですね、その先ほどの、答弁も踏まえて、まあ、そういう実態があったらですね、一応人事委員会か公平委員会、市役所なり県庁に設けられてます。そこに訴えるということになってるんですけども、それホームページ見たら大臣分かるんですけども、ホームページがなかったりですね、検索しても、あるいはあっても結局市役所の、人事課だったりするわけです。つまり雇用主のところにですね、連絡してくださいということになってるんですね。本当にこれで中立性、守られるのか、匿名性守られるのかと、これ、訴えようと思ってもですね、萎縮してしまいます。ここをもっとですね、中立で、そして、匿名性も守られる、秘密に守られる、そういうものにしていただきたいんですけども、大臣いかがでしょうか。はい、金子総務大臣。白石委員からご意見賜りました。しっかりそのことも含めて、今後検討も進めていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。終わります。これにて白石陽一君の質疑は終了いたしました。